皆さん改めましてこんにちは。前半のアシカショーではお楽しみいただけましたか。ここからは夏バージョンのイルカショーをお届けしていきます。今年の夏のイルカショーはただ見ていただくだけではなく、なんとお客様にも参加していただきましょう。どのように参加をするのかというと、まずはこの曲に合わせて大きな手拍子を一緒にお願いします。皆さんバッチリ OK、 ありがとうございます。またショーの中でイルカたちが皆様の目の前を通り抜けるパフォーマンスがあります。その時にビッグウェーブを起こしていただきましょう。ウェーブの作り方はとっても簡単。イルカたちが皆様の目の前を通った瞬間に、お客様は席には座ったまま両手を大きく上げてウェーブを作っていきます。それでは一度練習していきます。左側のお姉さんにご注目。お姉さんが走り抜けますので、皆さんはビッグウェーブを作りますよ。それではいきます。せーの、ウェーブウェーブ。大人のお客様も一緒にウェーブウェーブ。 OK、 それでは最後もう一度反対側から練習しますよ。せーの、ウェーブ。もっともっと大きくありがとうございます。さあ本番もその調子でビッグウェーブを起こして一緒に暑い夏を乗り切っていきましょう。それではお待たせいたしました、イルカたちの登場です。
この後もまだまだたくさんの水をかけていきますので楽しみにしていてくださいね。さあ本日2回目のイルカショーを盛り上げているのは個性派ぞろいのチームアガーズです。実はアガーズの中には親子で活躍しているイルカがいます。順番にご紹介しましょう。まずは目の前のステージにご注目、父親のリオス。リオスはアガーズのチームリーダー。現在の体重はなんと300キロ。そんなリオスがお届けするスプレージャンプは圧巻です。それでは皆さん目の前のステージにご注目。続いて息子のカイリー。ビーチランドで生まれたカイリーはとっても人懐っこい生活をしています。トレーナーの姿を見つけると遊んでと全力でかまってアピールをしてきます。とっても可愛いでしょう。さあこの後も親子リオスカイリーによるパフォーマンスもございます。皆さんぜひ親子の価値をご注目ください。お父さんの話をしていると2回目のブブブレータイム。さあどんどん水をかけていきますよ。皆さん大きな口でいきましょう。
引き続き、周りのお客様にご案内申し上げます。皆様のお出口が変わりまして、3列目後方